はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。日本ファーストダー様、ご支援ありがとうございました。あ、カズサノスキ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動を好きにさせていただきたいと思います。あとチャンネル登録お願いいたします。何があとなんだか全然わかんないですけども、河野太郎、日本を引っ張るリーダーになり、この国を前に進めてまいりたい。総裁選、総理選挙出馬を正式発表、記者会見いたしました。へえ、推薦人20人集められたんだ。推薦人集め、麻生さんは手伝わなかったって聞きましたけれども、集められたんだ。そいつらの名前発表してよ。二度と忘れねえからさ。世論です。結局出るのか。そういうのはいいから中国でやれば、日本の足を引っ張るの間違いだろう。この人めちゃめちゃ嫌われてるよね。もう化けの皮が剥がれてるから勝てないよ。お前ら全員ブロックだ。河野一族が中国共産党へ日本領土を安く売る未来、こいつが総理になったらおしまい。マイナとワクチンの責任取れよ。まあ、コオロギっていうのもありましたね。こいつら一族は中国共産党のための政治しかしない。中国に貢いで日本経済の足を引っ張るリーダーだろう。俺がやった方がマシなレベルと。めちゃめちゃ嫌われてるみたいですね。特に女性女性に嫌われてるらしい。試験です。現役大臣から訴えられてる男、改め、総理候補から訴えられてる男にグレードアップしてしまいました。私、現役大臣かつ総理候補に訴えられてる男にグレードアップしてしまいました。これでもし万が一でも河野太郎が総理になっちゃったら、総理から訴えられてる男ってなっちゃうのかな。事実を書かれてぶち切れて、一般人の私に金よこせ謝罪しろって訴えてるような品性下劣なブチ切れ人間は総理にふさわしくないと思いませんか。思いませんか。次の方で質問から2へ、所管外ですで答弁から2へ、河野太郎が訴えたせいで私が法廷に引きずり出されてんだろうが、なんなのになんで訴えた方が出廷の必要ないとか言って証言から逃げてんだって。逃げ癖ついてる逃げ太郎は総理に全くふさわしくないと思いませんか。なんか大変なことあったら逃げるよ、こんつ。逃げ総理になるよ。あってはならないことですよね。日本を引っ張るリーダーになりたい、足を引っ張るの間違いだろとは多くの方が思ったようで、そういう投稿多数でありました。河野一族は売国度っていうのも、多くの方が思ったようで、まあ中国ね。次の裁判は9月9日です。またまた非公開です。裁判官いい加減にしろ。公開しろよな。次は私も証言できんで、いい加減に公開裁判しましょう。提案するつもりであります。なんでいつまでも非公開でやってんですか。納得できる説明お願いしますっていうのは弁護士通じて言うつもりであります。訴えられた被告のくせに追い張りですけれども、私訴えられて裁かれる被告なのに大いばりしてるんですけど、難病の見つかった私はもはや無敵であります。大分県肘町町長選挙、昨日投開票。イスラム土葬墓地容認の現職本田博文71歳落選。現職の首長が落ちるってあんまりないんだよね。例えばですけど、東京都知事選挙、東京都知事選挙で現職が立候補した場合は全て現職が勝っている。現職強いっていう、でも現職でも負けちゃった本田博文71歳、元町会議員で土葬反対の阿部哲也さん56歳が新しい町長に当選いたしました。有権者数23,021人、投票率は 54.66%、阿部哲也8037票、本田博文4474票、ほぼダブルスコアの差つけられて生き恥かきましたね。本田博文町長ね、世論です。素晴らしい。豚肉料理で祝いたい。絶対に作らせんな。新人なのに大差じゃん。これが民意だろう。当たり前だろ。祖国に入って祖国の墓に入るよ。日本人のための政治ができない人には落選してもらわないと。仮装が嫌なら日本に住むな。もっともだ。
その通りだ。イスラムは回収できるようにしないなら宗教法人格を与えない方がいいと思う。ひさしを貸して母屋を取られる。民意に従え。前町長は金もらってたんだろうな。まあ久しぶりにあの正義は勝つを見たんですけど、まあめったに起こんないんですけどね。兵庫県知事も今んとこ正義が勝つようにはなってないな。3人も犠牲者出しちゃったな。前町長71歳、法にのっとって申請してんで認めざるを得ないとか言ってましたけれども、新町長はどうやって拒否するんでしょうね。土葬墓地ね、法的には問題ないらしいんですけど、新しい町の条例を急いで作るんでしょうかね。でそれを元にして基づいて拒否するダメーっていう、土葬墓地が実現してたらですね、北九州中の遺体を引き受けからの全国からの受け入れってなってたよ。今んとこ九州中のあの遺体を受け入れっていう約束らしいんですけど、20年以上経った遺体の上に新しく遺体を埋葬できる、際限なく数増やされちゃう、大変なことになってましたね。何万体何十万体でも、まあ時間さえかければですけども埋められる。なんか問題起きてですね、あの墓地をなくそうとしてもですね、遺体が埋まってる限り永遠にそこは外国人の土地ってことになりますね。これ遺体による侵略だよね。日本侵略。さらにここで実現してたら同じような手法でですね、全国に土葬墓地設置運動、大運動が始まっちゃいますね。川口クルドがですね、土葬墓地よこせとまだ騒いでないのが不思議なぐらいですよ。まあいずれ騒ぎ出すとは思いますけれどもね。前町長が関係者から金もらってるって噂は結構ありました。71歳にもなってまだ欲深いんですよね。そんなね、もう71歳になったら欲しいものそんなにねえだろって、もう、持ってんだろ欲しいものは。もうすべて家でも車でも、火炎地獄の概念があるキリスト教もですね、まあこういうやつはあの火で苦しめられる地獄に落ちる。でいくつか、まあ、ダンテの新曲には詳しく書いてあるんですけど、原則土葬なんだってキリスト教も。でも日本のキリスト教徒は火葬を受け入れてんですよ。日本だしっつって、絶対土葬じゃないと。いやーって、なんで日本に来たんだよって、一つも来てくれって頼んでねえよもう、頼んでねえのに勝手に来てわがまま言うのやめてくれって、イスラムは回収を認めず、もし回収したら死刑なので、信教の自由を謳う日本国憲法20条と相入れないんですよ。なのでイスラムに宗教法人の許可出すのやめるべきと思います。だってあの回収認めねえんじゃ、信教の自由認めねえってことじゃん。あの日本国憲法を真っ向から否定する無視する勢力を宗教って認めちゃダメなんじゃないの。公権力が宗教法人だって認めちゃダメなんじゃないのって思うんですけど、まあ異論は認めます。皆さんのご意見はコメントでお願いします。もともとはあのムハンマド軍団の軍旗だし、民主主義に最も不向きだし、最も融通聞かねえし、人の話聞かねえし、軍旗だから元がね。だから宗教法人資格与えるべき、宗教って認めるべきじゃないと思いますよ。大阪市箕面市長選挙が昨夜投開票、元府議で新人の原田龍さん38歳が3万2448票で当選。維新現職市長上島和彦66歳、1万8309票で落選。維新の現職市長が落選するのは初と、現職首長が落選するのは珍しいんですけど、維新だと初なんだって。前にもあったような気したけど初という報道になってんな。世論です。維新の終わりの始まり、惜しくもなく割と大差で負けてるやね。維新はいい加減兵庫県知事をどうにかしろよ。奈良知事も早く交代させてくれ。エンド維新、当然の報いだね。大阪民じゃなくてもひどいとわかるもんな。兵庫県の知事を擁護する維新が嫌われたのでしょう。あれだけ兵庫県知事の有様を見せられたら誰も維新に投票しません。維新だから当選するっていうのがそもそもおかしかった。万博と兵庫知事で汚い部分がバレたからな。維新は別に保守でもなんでもないですからね。
兵庫県知事の知ったことで明白ですけどね、幹事長の馬場さんだけが若干分かってるだけで、あとは知らねえ、保守でもなんでもね、急速に膨張したそうで、素行の悪いやつも多数紛れ込んでまして、逮捕者も結構出してますね。あとは議員報酬を食らいたいっていう政治や何の信念もなく、もう多数紛れ込んでおります。このまま維新は先細りしていくんですかね。一過性の地方政党として、これからまだまだ万博の闇も暴かれていくんだろうし、維新の未来は暗いですね。あと都民ファースト、都民ファーストの未来も暗いですよね。小池さん、とうとう知事引退したらもうバラバラになっちゃうだろうな。後継も全然揃ってないみたいし。今日の単身です。台風15号、高知県上陸と思われていたが、さらに進路を変え、鹿児島県に上陸予想に変化しました。史上最強クラスに強いって、台風の上くっきりぽっかりでかい穴開いてるって話なんですけど、29日朝にですね、九州上陸後まっすぐ新潟県、岩手県を目指すようで、日本列島総なめコースになっていました。皆様くれぐれもご注意くださいませ。三毛に善場孝子49歳総裁選について、大切なのは政策、そして未来のビジョン、そして自民党について言えば安倍政治の総括も求められているわけですなどと発言し、未だに安倍がやってんのかって心底呆れられておりました。一生言ってそうですね。これね、前場みたいな立場のやつが、安倍がやるのは受けるからですよ、未だにパヨどもに。三文なんかどうせパヨの、高齢パヨしか見てないじゃん、高齢左翼。で、高齢左翼が安倍がいいと喜ぶから、こういうね、立場のやつは敏感にそれを察知して、安倍がやるんですよ。前場は前場で、パヨ界の階級を上げるために、待遇良くなっていくからね、パヨ界の待遇を上げるとね、一生懸命なんです。だから、三文に見てるような、高齢左翼、おじいちゃん、おばあちゃん、たちに、受けることなら何でも言いますからね。こっち側に、バカにされても、呆れられても、もう全然平気だから、あいつら。言ってもやめやしねえからね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。